今回はですね、こっちのお友達とかとゴルフに行ってたんで、そこで、自己ベストを更新したいという気持ちを持ってきました。パリゴルフ場っていうのかな、ヌアヌパリの方と、あとはもう一つはコーラルリーフっていうゴルフ場ですね。そのコーラルリーフで、更新することができました。綺麗なハワイらしい景色と綺麗なコースで楽しかったです。コアボードスポーツ、そこでいつも、サーフボードレンタルしてます。ショップの方もですね、とっても親切で、ボードもたくさんいろいろ選べるので、ビーチも近くて値段もお手頃で、サーフィンするんであればそこで借りるのはおすすめかなと思います。ワイキキすぐですね、正面のカヌーズっていうポイントでよく入ります。サーフボード持って島を一周してみたいですね。いろんなポイントに入ってみたいです。コアボードスポーツの下にプレートランチ屋さんみたいなテイクアウトできるところができてたので、そこの食事を食べてみたんですけど、すごく美味しかったですね。ロコモコですね。やっぱりローカルのロコモコをそこで体験できると思いますので、ぜひ食べてみてほしいですね。スタンドアップパドルでカイルアビーチに行ってやってみたんですけど、それはすごくやってみたかったことだったんで楽しかったですね。ただ難しかったです、思ったよりも。もうちょっと練習してまた来たいと思います。もうちょっと車で今までその観光とかでしか行ってなかったところ以外のところに車で入っていって、そういうローカルならではのショップとかをですね、探してみたいなと思ってます。はい、アロハー。